物が少ないイコールミニマリストって思ってほしくはないんですけど、どうもショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。いやー、今はドメ汐留に来てまして、仕事が終わったのでこれからゆっくりしようかなっていう感じです。昨日、学生さんのミニマリストはありかなしかっていうのをちょっとシェアさせていただいたんですけど、そしたらですね、やっぱり学生さんがコメントいただいて、 JK2 のミニマリストですとかですね、25歳過ぎたあたりからですね、学生さんとの関わりが一気になくなった感じがするので、こうやってですね、コメントいただいて、ちょっとしたつながりを得られたっていうのが僕自身ですね、とても嬉しく思います。その中でですね、またちょっと質問をいただいたので、この動画の内容が気になるっていう方だけちょっとお付き合いください。髪型パッツンみたいになっちゃってるけど、もこんにちは、こんにちは。4月から関西の大学から地元に帰り社会人になるのですが、そのタイミングを機にミニマリスト的な生活を考えています。ただ料理することが大好きなのでキッチン周りは充実させたいのですが、安い物件まではどうしてもいい条件のところがありません。ショッピーさんはそういった物件選びにおいてここは譲れないというところなどはありますか？またそれを満たすにはどの程度収入の中から捻出すべきだと思いますか？ということで、はい、ありがとうございます。物件選びに関する質問、あ、君が住むところのこだわりもあるのかい？どうなんだい？僕は引っ越し経験は3回あります。社会人2年目になって初めて一人暮らしを始めたんですけど、JR 品川駅から高輪方面に向かって歩いて徒歩4分のマンションに住んでました。めちゃくちゃ機動力が良かったです。はい。で、その後ですね、渋谷区と中野区の間にちょうどなんか挟まれたぐらいのところにある初台っていうところのマンションに引っ越しました。で、今の住んでいる物件、ちょっと住所、バレたくないんでちょっと、伏せますけど、そこにですね、引っ越しをしました。引っ越しをする中で、共通点っていうのがあるんですけど、それがですね、安さと波動の高さです。安いっていうのは、9割ぐらいがですね、9割の方が、うんうんって言ってくれると思うんですけど、波動の高いって言った瞬間にですね、あ、こいつ宗教かなとか、あ、スピリチュアルかなみたいな、そういう風に思われるかと思うんですけど、その自分にとって必要なものっていうのがもう、分かっているわけなので、広さだったり、新しさだったり、高級感だったりっていうのは僕は必要ないなっていう風に感じたので、なんかもう、そこは見ずに、だからそこだけ省けば相当安くなるんですけど、波動の話なんですけど、イチロー選手がなんでその時、最下位を走っていたような、そのマリナーズっていう、その球団にいながら、その歴史的な記録を作れたかっていうと、そのイチロー選手が自身が言ってたのが、1秒でも早くそのロッカー室から出ることって言ったんですね。で、それに記者が、なんでですかって言ったら、イチロー選手が、映るから。って言ったんですよ。そう、経営者さんとかビジネスで成功されてる方なんかも、やっぱりその、映るとか、波動とか、ミラーニューロンとかっていう言葉頻繁に使うんですね。なので僕もそういったですね、周りからの影響で自分があるんだなっていう風なのを認識してきてるので、僕もですね、そういった波動とかっていうのを今こだわってる感じです。で、じゃあ実際ですね、ヨシさんがその、料理好きということで、キッチンの環境がいいところ、最新のシステムが整ってるとか、広いとかっていうところは、大体新しいところが多いんじゃないかなっていうふうに思います。もうほんと築3年とか、そういったところを狙い撃ちすれば、結構その、設備がいいキッチンがある物件っていうのを見つかるかなっていうふうに思います。で、じゃあ、でも、その新しい物件って高いってイメージがあるじゃないですか。でも、その、僕らミニマリストやってるわけなんで、部屋は正直狭くてもそんなに苦労しないんですよ。部屋が狭くなるっていうことは、ものすごい値段が下げやすくなるので、なんかその、ヨシさんだったら、築年数が新しくて、で、そのキッチンも広い、代わりに部屋は狭くていいですって言えば、結構見つかりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。僕がその今の物件に引っ越す時にその内観した物件の一つにですね、亀戸っていう町があるんですけど、そこのその駅近くのところに15階建てのタワーマンションが建ったんです。で、そこの最上階の物件が空いてたので、僕そこに見に行ったんです。で、そしたらその部屋めちゃくちゃ狭いんですよ。なんかもうタワーマンなのに、なんか本当にちょっと余ったスペースで部屋作っちゃったぐらいの感じでですね、なんか6畳一間みたいな、ほんとそういうレベルの狭い部屋で、でも角部屋なんですよ。角部屋で最新の設備が揃っていて、風呂も、お風呂ももちろん広くて綺麗なんですよ。でもただ部屋が6畳一間だよっていう。
感じですね。でキッチンもなんか2つのコンロがあってガスコンロでっていうかなりいい設備だったんですよ、うん、ただ6畳1間で超狭いよっていう、うん、ほんとそこだけ、ほんとそこだけなんですよ、うん、なので狭いだけでいくらでも安くなるんだなっていうところで僕は思ったんです。ここにしようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと千葉は遠いのでちょっとやめましたけど、まあ、という感じで僕らミニマリストからしたらもういい物件選び放題だと思いますよ。はい。狭いってだけで本当に物件の価値ってバーン下がるんだなっていうふうに思いますんで、はい。なので、まあ、物が少ないイコールミニマリストじゃないんですけどね。必要最低限のもので暮らすのがミニマリストなので、物が少ないイコールミニマリストって思ってほしくはないんですけど、一般の人から比べたらミニマリストのその物の所有物の平均っていうのは、まあ、圧倒的に少ないわけなんで、まあ、その吉さんもですね、こだわってるところはもうしっかりこだわってもらって、物を持たなくなったりとか、なれば、もういくらでも物件選び放題ですから、マジで。なので、そこら辺はですね、あんまり心配しなくていいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただですね、これは別に物件選びでも、その仕事でも、部活でも、勉強でも、なんでもそうなんですけど、とにかく、これだって思ったものに関しては、もう諦めずに、それが実現するまでもう諦めずに行動し続けるっていう。僕よりも、かなり、まあ、相当物件選びのエキスパートさんが、マックス村井さんっていう方がいらっしゃるんで、そこのですね、リンク、概要欄に貼っておきますんで、その動画を見て、本当の、マジな物件選びっていうのをちょっと見てみてください。はい、とても参考になると思います。もしですね、またわからないことがありましたら、何でも、コメント欄に質問ください。ということでですね、もしこの動画が面白かったです、ためになりましたというのでしたら、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということでですね、今回は同名の CO からお届けしました。ありがとうございました。また明日。